www.videonews.com。 はい、今週はですね、あと1点だけ、有識者会議が、まあ、ちょっとこれだけは続けていかなきゃということで、やっていきたいと思うんですが、今回ですね、総合資源エネ庁で、またちょっと面白い動きがありましたので、そこの部分、まあ、全体はもうサイトで見れるので必要だと見てくださいね、そちらでね。こちらはその中からちょっといくつか部分部分を抜き出してご紹介していくっていうに留めますので、ちょっとご紹介しようと思います。政府が実際に固めた数字でいうと、まあ、原子炉等規制法の改正の中で40年路寿命というのが出ているわけで、そして、まあ、しかもその例外というのはほとんどないんだということをあれだけ何度も議論されていると。40年廃炉で、まあ、福島はちょっと誤差範囲だとしてもですね、そのままスムーズに落ちたとしてもせいぜい 15% で、実際に地震でダメージを受けた原発をもう即座に廃炉して、浜岡も廃炉にして、でそれで40年廃炉で若干出来の悪い原発をその間に減らすとすると 5% ぐらいまで落ちます、ね、可及的速やかにゼロにしていくという、この2030年断面ではせいぜい 10% というのが中心になる、中心というかゼロと 10% が中心になるということの流れで本来物事を考えていくというのが論理的な思考だと思うんですね。選択肢は、まあ、技術的には可能な範囲ということをチェックした上で幅広いものを持っていた方がいいというふうに考えております。委員の意見の中で40年で廃炉にすると、でこれはまあ現行提案されている規制の法案の中にあるということで、まあ、案ですからまだですけど、私はですね、まあ、その中にもしかし、場合によっては60年動かすということが書かれていると言いますが、ちょっと思い切って言えば40年という年で原子炉の寿命を決めるというのは私は政治的判断ではないかと疑っております。基本的にはですね、原子炉の設計、それからプラントの現在の状況、運転実績、これらを見て原子炉の運転、安全な運転ができるかどうか決めるというのは合理的であります。60年までという条件が不可能でないということがありますので、やっぱりそれは考えるべきで、40年経ったら全部リタイアすると考えてシナリオを解くというのは私は実は取っておりません。40年廃炉と主張されている委員が多いのは分かりますが、私の理解では現在閣議決定された原子炉等規制法では原発の運転を40年としておりますが、申請があれば1回限り60年までは延長可能ともしっかり書いてありますので、50年というのは決して非現実的な数字だというふうには思っておりません。そして今アメリカの中では80年までの延長を議論中、検討中でございます。でこれは政治的判断ではなくて科学的判断で決めていこうということだと思います。でフランスについては寿命の制限は、ありません。10年に1度の高経年評価をして、いるということです。今回改めて言っていただいたのは、いい案というのは基本的に60年使うということを前提としておるのだと、それから D 案というのも50数年使うということを前提としておるのだということが明らかになったということは非常に意義があったのではないかと。で、原理的に可能だと、今の区議決定の総でも例外的には認めるということがあり得るわけですから、原理的には可能だということはもちろん分かります。それは例外的に認めるというだけであって、原則は40年だというのをあくまで貫くということだとすれば、それとは明らかに D 案 E 案はインコンシステントだということが今日明らかになったので、最終的な選択の段階では基本的には40年でやるんだと、本当に例外で伸ばすということはあり得るんだということであるとするならば、D 案 E 案は選択肢になり得ないということが明らかになったという大きな意義があったのではないかと私は理解しています。はい、
これが4月11日の、総合資源エネルギー調査会基本問題委員会の、第18回の会合ですね。それで、まあ、過去3回4回にわたって問題になっているこうエネルギーミックスの選択肢に関する整理という括弧案というのが事務局から出てきて、例のその2030年段階で原発の比率を何パーにするか、再エネを何パーにするか、火力は何パーで、コジェネ自家発電何パーにするかっていう数字を各委員に書かせて、でその数字を書かせること自体がもうナンセンスであって、先週もそういう、まあ、要するに定量的な議論やっても意味なくて、定性的な議論をしなきゃいけない時に何数字やってんだって話先週しましたよね。さらにまたちょっと馬脚を荒らしたような感じなんですが、この数字を精査していくと、実は、原発2030年段階で 25% とか 30% とか言っている、D 案 E 案というのがあるんですが、これちなみに資料これ全部ダウンロードできますからね、サイトでね、D 案 E 案というのは実は原子炉の、耐用年数寿命を50数年から60年にしないと 25%35% って数字はなり得ないということなので、まあ、松村さんが最後に言ったように、事実上今の政府の政策とはインコンシステント、それとは符合しないということが明らかになったと。で、最初に飯田さんが言ったように40年で廃炉にし、なおかつ浜岡を、止め、福島の一音を止めというふうにすると、実は普通にやっていっても、2030年段階では 15% くらいにしかならないと。で、さらに、まあ、ちょっと あまり状態の良くないものを止めたりすると、まあ、5% くらいまで2030年になるのが現実なので、うん、幅があるとすれば 5% から 15% の間ならもし続けるっていうオプションがあるんだとすればね、どこかじゃないとおかしいというのが飯田さんの指摘で、同時に松村さんの指摘は 25%、35% というのはそもそももう今の政府方針を無視したかのような、全く論外の前提で基づいているということが分かったと。それで、まあ、今のところ一応そうするとオプションとして残っているのは、B 案の原発2030年 0% 案か、 C 案の原発2030年 20% 案か、いずれかということなんだけど、 20% についても40年廃炉をちゃんとやっていけば 20% にはならないということでですね。で、まあ、これが今日の議論なんだけど、僕はちょっとやっぱ驚いたのはね、宮根さんね、有識者会議ですよね、まあ、有識者ですけど見識もある方々だと僕は、思いたいと思ってるんだけれども、飯田さんが言ったみたいに細野大臣が40年、ただもう本当にこう言わされるように例外的に、場合によってはそういうこともあるっていうふうに言ったものが、あたかももうそのデフォルトであるかのようなに普通に、いやもう外国では80年もやってるよ、なんとかやってるよ、いろんなこと出てきて、でその事故が起きてないかのような議論というやっぱ印象なんですよ。事故がなかったら、まあ、アメリカでもこうだしさ、ね、スイスもこうだし、あれこうだ、分かるんだけど、あの事故を受けて原発政策を見直しましょうっていう議論を有識者に委ねると、まあこういうことになると。ちなみに最初に飯田さんの次に出てきた山地さんというのは地球環境産業技術機構、あ、研究機構、これも経産省の財団法人ですね。それから、豊田さん、日本エネルギー経済研究所理事長、これも財団法人ですけども、うん、まあ宮田さんが日頃言うように、どう考えてもやっぱりその有識者とか専門家といっても利害当事者が、うん、有識者として発言してるっていうのがどうしてもやっぱ無理があるような気が今日はしましたね。で数字で20、逆に言うとね、これ面白いのはその20とか 25% とかっていう風に数字で言うとなんかもっともらしいんだけど、じゃあ内訳言ってごらんっていうと、実は廃炉が60年ですとかっていうのが出てくるっていうのも、なんかこう定量的な議論に見えるけど、うん、実際はいろんなことを、ね、ね、僕はね、その、まあ、この、まあ、利害当事者である、ね、山地さんとかね、うん、豊田さんがああいう発言するのは、ね、まあ、当然のことですよ。最初から予想されることと、まあ、彼らが反倫理的であるとかっていうのは、まあ、僕もそう思うけれどもね、そういう反倫理的な人間をわざわざ経産省が選んであそこに押し込んでるんだから、それは彼らが悪いんじゃないですよ。まあ、彼らは自分の役割を果たしてる、ね、うん、その通りですよね。経産省の期待通り振る舞っているだけの話でね。で、基本的にこの最終的な問題は専門家に決めさせてるところにあるんですよ。で、やっぱり僕はここでコンセンサス会議っていうね、そのデンマークで発案されたやり方を提案したいんです、ね。どういうやり方かっていうと、改めて言いますよ、専門家は、決めないんです。専門家は市民に対して説明をするんです。
専門家だけじゃ足りなかったら、あのミドルマンというかサイエンスライターみたいな人がどういうことを言ってるのかってことを解説しても構いません。市民は抽選で選ばれて、そのワークショップ的な会議に参加している方々、ランダムってことね。ランダムなんです。したがって、まあ、これはあの例えば新聞などの世論調査を場合によっては反映するものかもしれませんね。例えば原発停止が7割だったら、ランダムで抽出すれば7割の市民が、原発は、まあ、できるだけ早く停止した方がいいという世論に、多分なる。つまりそういう意義ですね。つまりコンセンス会議はそういう事前の世論調査を反映した比率になると。でその市民たちが飯田さんとかね、豊田さんとか松村さんとか山地さんの議論を聞いて、最後に自分たちで議論をして、いやあの山地とか豊田っていうのは反倫理的だねとかね、飯田さんっていうのはどうもただの理想主義者じゃないのみたいな話を、まあ議論しながら最終的にあの合意形成に至るわけですよね。でそこでは一切、その決定のプロセスにはあの専門家は入らない、影響力を行使してはならないというやり方ね。でこれをやはり採用するべきだなと。とにかく専門家には決めさせない、専門家に決めさせるということは専門家を選んだ行政官僚に決めさせるのと同じ。もちろん正し書きとしてね、これ最終的には大臣の許認可事項ですからね、大臣が政治力を発揮すれば役人たちの不誠実なおかつ手前味噌的なね、あの専門家の有識者の選別に待ったもかけられますが、そういうふうな力を持つ政治家は日本には事実上全くと言っていいほどいないので、現実的にはそれは全く期待できません。なので、やはり専門家に決めさせるっていう、あの政治家の人材っていうのはね作れませんよ、簡単にはね。つまりアホばっかりが政治家だっていうのは真実だとすると、それ急に賢い政治家になるってことはないです。行政官僚のさまざまなテレンテクトを見通してですね、事前に杭を打つことができる政治家、いつになったら出てくるのか僕には分かりませんが、制度ということであれば専門家に決めさせないのは簡単なことね。できるだけそれを早く実現したいというふうに思いますね。まあ、だから if全文的に言えば、原発の耐用年数を80年まで延ばせば 35% までいけますと。そうです。いう話だよね。80年まで延ばすべきだとか、なんとかかんとかとかってね、あのこの人たち豊田などという何がしには言う資格はないんですよ。何でも言いますようにですね、あの例えば日本は、行政官僚が合理性に基づいてものを判断し、それが政策過程にその反映されるというふうにはなってないんですね。現に例えば絶対安全神話はそうでしょ、事故によって裏切られた、したがって原発政策に関わる行政官僚制あるいは当事者、行政官僚の当事者たちはもう信頼されていないんですね。それが例えば一回事故を起こしたってことの意味なんですね。アメリカやドイツやフランスとはわけが違う、だからどんなにアメリカの数字出してきたって意味ないですよね、それ自体がね。そうなんですよね、あのフランスとかノルウェーとかデンマークとかあの数字を出しても全く意味がないんですね。日本はすでに行政官僚もその豊田とかね、山地みたいなこういうやつらは信用されていないんですよ、ね、だからそれを前提にものを考えなきゃいけない。科学者はその分かりやすく言えば政治過程について無知なのであるからね、if全文だけは語るべき でこうしたらこうなる、ああしたらああなるだけをしゃべる、でだからどうすべきなのかということについて、政治家庭についてど素人の、政治文化についてもど素人の、であるいは倫理学についてもど素人のね、山地とか豊田何がしには発言権がないはずなんですね。だからああいう委員会を見るときにね、まあなるべくその彼らのオピニオンというものを排除して、一応まあその if全文的なあの彼ら一応データを持ってますから、知見を一定の知識を持ってますから、その知識の部分だけ抽出するようにすると、でそれを元にして彼ら実は言いたいことを言おうとするんだけど、その部分をできるだけ自分はまあ聞かないようにするって変だけど、無視するってい いう聞き方の作法もこれから必要になるかもしれないですね。まあコンセンサス会議があれば一番いいんだけど、ない以上ああいうあれをただぼーっと聞いてると、もっともらしいデータでもどうです、だからこうなんであるっていうののそこまでちょっとついつい引っ張られるじゃないですか。でもだからこうなんであるの部分は
利用すると。そのこのデータの部分は一応専門家の集まりなんだから、間違ってる場合は気をつけなきゃいけないけど、一応それを聞けっていうことで、そんな感じですよね。でそこでね、上野さん、一応これ委員会の方はこのまま多分こんな感じで続いていって、多分両論併記のような答申になるっていうことがもうほぼ僕は確定だと思うんですよ。だからここで何らかの結論が出るとは思わないんだけどもね。選択肢に関する整理案に似たものが出てくることは確実、なんとか整理案とかっていうのが出てきて、それがその環境エネルギー環境会議だけに上がってきて、基本的にはあの4大臣、なぜか4大臣会議のように仙石さんが入ってるとか本当は問題なんですけどもね、でも一応党ともやってるっていうような言い訳ってことですね。仙石さんが結構仕切っちゃってるっていう話なんだけど、いずれにしても大臣に上がってくるじゃないですかね。でそのちょっと再稼働問題ね、今日この段階でまだ正式な発表がないし確定してないようなので、今回は特にそれに深追いをしないんだけどもね、僕やっぱ今回どういう根拠で今その4閣僚がそんなに逡巡下に揺れてるのかっていうことについてね、実際に質問したりいくつかちょっと取材をしたんだけれども、はっきり見えてきたのはね、やっぱりもう情報がすごいんですよ、その官僚から上がってくる情報量が。それで特に枝野さんに関して言えば資源エネルギー庁の次長の今井次長、これは三村新鉄社長の前任者の今井社長の息子さんなんですね。でそれがもう本当にそういう意味ではがっちりとグリップをしていて、要するに関西では 20% 足りないっていうようなことをものすごく原発推進陣を取りまとめてですね、スクラム組んでやってくるような状態で、やっぱりこう逆側からのインプットがあっても気がつくとまた戻ってるっていうことの繰り返しで、ちょっとやっぱりその宮根さんと前から言ってきたね、民主党政権の性格っていう意味において決定的なその弱点がやっぱここにも出てしまったのかなと。やっぱだから官僚包囲網なんですよ。で情報を隔離されて、その情報で説得されてしまうと。だから細野さんも枝野さんも関西は本当にやばいとこの夏と思い込んでいると。ただ一方でじゃあ聞くけども、例えばねピークマネジメントをどういうことを努力したのかって話全然聞いたことないですよね。でピークマネジメントとあるとあらゆる手を尽くしたけれどもこれだけ足りないんですって話になれば、また多少は世の中の反応も変わるかもしれないけど、単純にもう足りないって言ってだから原発だっていうふうになってるっていうようなところとかね、あるいはこれ多いの今度3、4号機ですけども、関電っていうのはね11基原発持ってるんだけど、そのうちのもう7基が30年超なんですよ。だから40年廃炉だともう本当やばいんです。で要するに70年代に持ち上げられていっぱい原発作っちゃって、でそのままそれが老朽化してしまっている、かなり企業として実は戦略性のない企業だったってことなんですよね。だからこの実はこの廃炉問題今ここでね50年60年言ってるっていうのもね、少なからずそういう背景があるわけですよ。40で終わると結構やばいんですよ、関西電力なんていう会社はね。だからその再稼働ももちろんそうなんだけども、どうもちょっと要するに情報が出てこなくなってるんじゃないかという感じ、その外にね。それに対して今度閣僚は完全に情報で隔離されてるんじゃないかっていう前のパターンが事故から1年以上経って完全にまたそれに戻ったのかなっていう感じがしてるんだけど、そうなんだけどね、やっぱり橋本市長維新の会がね、やっぱり重要な情報発信源になってますよね、マスメディアが橋本さんがいろんな意味で面白かったり奇妙だったりする方なのでね、カメラを向けマイクを向けますからね、彼の発言はメディアに乗りますよね。で飯田さんもそのことが分かっていて、戦略的に、橋本さんのねブレインをされているわけだけど、これは素晴らしいいい選択だというふうに思いますね。でその4大臣が官僚にがっちりコントロールされていようが何であろうが、要はですね今情報がないというふうに神保さんがおっしゃった部分について、僕たちが情報をインターネットその他の手段を通じて、特にマスメディアにうまく情報が出ないんであればね、そうしたものを通じてやっぱシェアしていく必要があるし、逆にマスメディアを使う場合には飯田さんのような戦略でね、マスメディアがマイクを向ける人にある種のシナリオに従ったね、シナリオに従った発言をしていただくということで、全体としては4大臣を支えている民主党が次の選挙で、ボロ負けになるような方向に持っていく、でボロ負けになるという予想をね
民主党の議員さん、あるいは閣僚さんたちに、できるだけ早く、まあ、気がついていただけるようにしていく、そういうね、やっぱ政治過程に向かって、まあ、努力するしかないんでしょうね。まあ、そういうことなのかもしれないですね。まあ、橋本さんについて言うとね、うん、大阪市と大阪府が、うん、共同で大井再稼働についての条件っていうのを今週のあれは火曜日だったけど出したんですね。でまあ、うん、でまあその八条件の一番大事なのはまあその3つあって、1つが100キロ圏の自治体のまあ了承を取れっていうのが1つね。それからまあその3つ目っていうのはもう致命的なやつで例の最終処分をちゃんとしろっていう、それはもう今ずっと一度もそれができたことはないわけで、世界でもフィンランド以外できてないから、まあ、それももちろん原発問題の本質で、それとまあもう一つは、中立的で独立した、まあ、規制庁で、これもだから環境省の中じゃダメだって言ってるわけだけど、まあ至極もっともですよね。でしかもこの3番目の最終処分についてはもうちょっとあれで100キロ圏だと大阪も入るから、うん、自分はダメだって言ってる以上、まあそれは実質的にはあれですよね。それでね、会見でじゃあそれが聞き入れないけどどうするんだって橋本さん聞かれたけど、実際に藤村官房長官は自治体の合意はその法的には必要ないっていうことまで言っちゃってるわけですよね。で橋本さん面白いですよ、宮崎さんの言ったことはね、別の表現の仕方で面白い表現の仕方、それを聞き入れなかったらどうするんだと、いや政府は無視してやればいいんですよって言った、それが橋本さんの答えなんだけど、だから自分たちの要望なんか無視してやるときはやればいいんですよと、だからそしたらそれに対する審判を受けるっていうことを事実言ってるんだけど、そこはなかなか僕は見事だと思いましたね、うん、だからいや何とか聞いてもらいたいように私も最大限努力しますみたいなこと言わないんですよ、無視してどうぞやるときは無視してやったらいいじゃないですかと、我々はもう条件つけたんだと、ね、ここはなかなか政治手腕、ね、手法としては見事だったなと思いましたけどね。なのでまあ大井再稼働に4閣僚が合意するようなことがあったらね、まあ、民主党をできるだけもちろん民主党負けると思いますけども、本当にもう立ち上がれないぐらいのね、その負けに持っていくということですよね。まあこの再稼働は民主党の責任ですからね、これまでの原発政策の全責任を民主党に取らせるのは酷だけど、今回もし再稼働したらこれは民主党の責任ですね。政治っていうのはどういうものであるのかをね、まあ、民主党を名乗る方々にね、まあ、徹底的に思い知らせるっていうことでしょうね、まあ、一応これが今日木曜日で放送が始まるのが土曜日なので、もしかするとその間に再稼働問題は動いて、今これを放送している頃にはもう再稼働を発表して枝野さんが福井あたりをですね飛び回っているかもしれませんので、まあそこは状況を待ちましょう。で場合によってはちょっとそこのところで来週少し取り上げられればなと。いうふうに思ってます。そうですね。はい。でも、まあ、残念だけど民主党がね、原発問題で実は墓穴を掘っておそらく妙脈が尽きるんですね。でこれ僕はね、福山さんと一緒に自然エネルギー関連のね、まあ、緑のダムを含めたそうしたまあ、当時であればまだマニフェストレベルだったんですけどね、そうしたものを、応援するという立場でね、あるいは福山さんからするとそれを宣言するという立場で本を書いたわけですけれども、まさにそのエネルギー政策、原発政策で民主党は墓穴を掘って、事実上妙脈が尽きるということがほぼ僕は確定したと思いますね。それはちょっと、すごく残念ですよね。原発の問題をちょっと横に置くとしてですね、民主党というものがどういう党であったのかということを後々歴史的に語るようになりますよね。その時にやっぱ多くの、ね、子孫たちは訳がわからないっていうふうに思うと思うんですよ。自分で言ったことを自分で自ら否定したことによって不人気は当然のことですよね。そして、まあ、滅びていく、なんでそれが滅びの道だってことに気がつかないんだろうっていうことがね、おそらく多くの人にとっては全くわからないっていうふうなことになるんでしょうね。だからなぜ、約束したことの中でね、財源を伴うものについては、確かに政権を、まあ、マニフェスト作ってた時と、いざ政権取ってからの税収の落ち込みとかっていうのはね、まあ、多少あったからかもしれないですよ。もちろんもうちょっと無駄を省ける予定だったのに、それもまあちょっと尻切れトンボになっちゃったってこともありますけれどもね、だけどその財源を伴わない政策いっぱいあったわけですよ ね、 そ, うですね。でそれさえもだってヤンバなんて一番上に書いてあったんでしょ。そうですね。でそれも結局できなかった。だから
まあ、失敗の研究じゃないですけど、そういう意味ではとってもいい材料を提供した。民主党がそれなりに政策パッケージをしっかり出して、その支持を受けて政権を取った、まあ、して初めての政権ですよね。でそれがなぜこうもかん、ね、無残にもその自分たちの政策パッケージが切り崩されたのか、まあ、分かりやすく言えばこれ役人たち、つまり、残念なことに自民党とかね、その他の政党によって切り崩されたんじゃなくて、役人たちによって切り崩され、取り込まれ、丸め込まれ、あるいは場合によってはサボタージュによって脅され、あるいは場合によってはスキャンダルによって脅されてね、残念ながら、官僚たちの思うがままの、発言や振る舞いをするようになった結果、壊滅していくんですね。自民党時代も結局かえってひどいことになっちゃったってことですね。自民党は官僚と一緒に進んでたから、多少の操縦感は利害調整みたいなのやらせてもらえてた。僕ね、やっぱ以前申し上げたことなんだけれど、やっぱ霞が関の官僚たちのレベルが落ちてると思うんですね。で民主党はああいうふうに自分の思うがままにコントロールして、民主党が大敗して、逆に言えばですね、あの民主党的なものの対極にあるようなね、その政治ができる可能性がありますよね。そうすると霞が関は民主党を潰したことによって、まさに天に唾するってことが言ってますけど、自分で全部火の粉をかぶることになりますね。かえって痛手を被るようなことになるか、もしくはもう日本自体が、そうですね、その、まあ、それも同じですね。立ち行かなくなってしまえば、はい、同じく官僚は、はい、まあ、食いぶちを失うことになるわけですよね。だからやっぱりね、戦略的な思考ができていない、まあ、これ後で本編で喋りますけれどもね、あのやっぱり戦略的な思考ができていないんですね、今の霞が関の官僚たちにはね。でもその官僚にまた負ける民主党も困ったもんですね。だから本当に霞が関のお役人たちのレベルはやっぱ落ちましたね。ただテレンテクラだけはあるんですよね。そうですね、そういう意味でのね、まあ、まあそこが投げてもしょうがないから、また一個一個見ていきましょう。はい、まあ、Nコメは今日はこの2本です。それで本編は、まあ、中国の権力闘争に見るですね、13億の頂点を目指した権力闘争の凄まじさみたいな話っていう理解でいいですか？と思いきや、最初は多分そういう切り口で見れると思うんですが、実は中国の権力闘争にはそんなに大きな空発性がないっていうのが僕の考え方ですね。なるほど、なるほど。つまりそれはなるようになるっていう意味では全くなくてですね、実は非常に骨ごとのシナリオに従って動くようになってるんですね。日本の方がむしろ危ういわけですね。日本は全くもう本当にデタラメで偶発的で、何がどうなるか、もう旗から見ていても信用が置けないので、日本の政治家を相手にしてさまざまな交渉をしようにも何にも、あるいは信頼醸成をしようにも何にもね、一体日本のどこがコントロールタワーかわからないし、日本の政治家に全く力がないことも明らかだし、だから外から見ていても危なっかしくないわけですね。なるほど。一見ダイナミックに見えて実は安定しているかもしれないってことね、中国の中国っていうのはね。まあその辺もあの今日は楊千嬅さんなので、であの今回はちょっと僕はあの来週の取材の準備であの間に合わなかったので青木さんに本編をお願いしたんだけど、青木さん、宮台さん、それから楊千嬅さんのですね、まあ、あの第一義的にはあれでしょ、あの白嫌いという男、に何が起きたかを見ることで、まあ、中国の権力闘争の、まあ、なんていうんですか、一段面をっていうことですよね。凄まじさっていうのを見てほしいんだけど、まあ、そのより底流に流れるメッセージは宮田さんが言ってみたいな部分だと思うので、ぜひその辺をじゃあ、ご覧になってください。はい、では来週は、本編は私の方があの送らせやらせていただきますけども、来週はあの1週間ちょっとチェルノブイリの方を回ってきますので、またその報告も再来週かな、再来週になると思いますけどできると思います。ですね、なので場合によってはちょっと電話でもしかしたら報告を入れるようなことも、可能であれば考えます。まあ、特に今何が起きてるわけではないので、あの26年目のチェルノブイリを訪れるというそれだけのことですが、一応原子炉のすぐそばまで行きますので、はい、思い出しました、あの映像、まあ昔ね、ストーカーですかいやいや、そうじゃなくてですね、福井市の原発の直近まで行ったじゃないですか。だからそうあれがだからあの海外ではストーカーそのものだって言われていて、はい、日本であんまストーカーって有名じゃない。いや有名です。有名、あのいやごめんなさい、映画のマニアの間ではめちゃくちゃ有名です。タルコフスキーのストーカーっていうね、あの要は原発で汚染された、その放射能で汚染された
原発じゃないんです。そのなぜかは書かれてないゾーンっていうのがあって、そのゾーンの中でさまざまな動植物が変異をし、実はそこにその簡単に言うと日々のですね、糧をその薪を取りに行ったりする住民が周囲にいるんですね。ゾーンなんだけど菌を破って入る、はい、その人間たちの中から次第にミュータントが生まれてくるっていう話ですね。ですね、あの映像でが YouTube に英語で、英語版が上がってるところで、もう、うん、おーストーカーみたいなのがすごいいっぱいあります。いっぱいありました。本当にそうです。菌を破って中に入るやつ。あの時はそんなに菌じゃなかった、うん、でもストーカーだと本当にその後ミュータントになっちゃうんですよ。それはちょっとまずいですね。、はい、気をつけましょうね。はい、わかりました。どうもありがとうございました。じゃあ今週は、ここまでにしたいと思います。ありがとうございます。